札幌市厚別区の田村瑠奈容疑者ら親子3人は先月1日から2日にかけて凶暴の上、札幌市中央区のホテルで襟馬市の男性の首を切断し頭部を持ち去ったなどの疑いが持たれていますその後の捜査関係者への取材でホテルの浴室で瑠奈容疑者が背後から刃物で男性の首元を刺し殺害したとみられることが新たに分かりました このの際ににできたた首の刺し傷傷が致命傷になったとみられています。捜査本部はルナ容疑者のほか父の修容疑者母の浩子容疑者も共謀して殺人に関与した疑いが強まったとして14日にも一家3人を殺人の疑いで再逮捕する方針を固めています。